やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。行きましょうか、マシュマロに。マシュマロ俺なんだか忘れちゃったんだよね。ホストに言いたい一言、姫に言いたい一言。個性的なホスト姫エピソードって、なかなか濃ゆそうですね。俺も俺が知らない世界すぎるから楽しみだね。あ、人生で初の推した女の子がホストにハマって風呂落ちしました。救いはないんですか。世界が憎い、まあ、アイドルとかなのかな。今時あるあるな話な気はするけどね。俺はホストのイメージって今すげえ変わったよね。もう10年前とかだとさ、おばさまたちが行くところってイメージだったじゃん。若い子たちがね、自分たちで頑張って稼いでそれで行くよね。今日ボトル入れられないって言った時、ちょっと眉毛がピクってなってるの分かってるからね。怖い怖い、別にいいじゃん、ピクってなっても。おもろいね。些細な反応もちょっとこうやって勘に触るんだ。ボトルとか入れてくれて稼げた方がいいんだよ、そのためにやってんだから。担当が明らかに、趣味じゃないネックレスをつけていて、つい気になってしまい、このネックレスかわいいねと褒めてあげたところ、今こういうのが流行ってんだよ、別に他の姫とお揃いじゃないから、どうこっちがいろいろ詮索する間を、間を与えずちょい半切れで答えられました。お揃いかどうかはこちらは知りませんが、自分から墓穴を掘っていくのはやめていただきたいです。結局お揃いなのバレて、ホスラブ、ホストの掲示板のようなものが荒れていました。どんまいね、ホスラブって何。ちょっと、ね、一回ホスラブ見さして。まあ本カノがいるかどうかの考察をずっとしてるね。次、これは、私が姫というわけではなく、ホストの彼氏がいた時の話です。彼氏がホストとして働くようになり、エースと同棲するようになりました。あ、そのエースが彼氏の携帯を勝手に見て、私とのやり取りを見てしまい、私の LINE に勝手にメッセージを送ってきたり、ボイスメッセージを送ってくるようになりました。その内容が、もうこんな嘘つく人と関わるのやめた方がいいよ、私も辛いという内容や、嘘のくせにイキってんじゃねえよという内容でした。彼氏もなりすますようしてメッセージを送っていることもありました。うん、激しい感情の起伏が見られ、かわいそうながら少し面白いと思っていました。この人達観しすぎ。達観しすぎだろ、すげえな。その子はその後、包丁を持って担当を追い回してご近所トラブルに発展し、警察沙汰になったりといろいろ大変だったため関係が嫌いましたが、今は東京でアイドルとして元気に暮らしているそうです。紛れてるぞ、気をつけな。アイドルに紛れてるぞ、包丁を持って彼氏を追い回したやつが。私はこういった経験を通して大人の階段を一つ登れたのと実感しました。これからも少々、いやもうこの時点でお前は大人の階段5段ぐらい上がってるけどな、普通の人より。この一文パワーありすぎだろ。彼氏がホストとして働くようになり、エースと同棲するようになりました。お前許してんのかい、すごすぎるだろ。田舎出身の19歳女です。この前インスタグラムで同級生 K ちゃんを見つけたんです。 K ちゃんは、ストーリーをまとめていたので、 K ちゃん田舎に出たんだなと思って見てました。ですがある時を境に、水商売をやり始めたかのようなストーリーや男とのストーリーをメンション付きで上げ始めました。好奇心でそのメンションされた男のアカウントを覗きに行きました。その人案の定ホストでした。数少ないホストのフォローの中には K ちゃん、 K ちゃんのフォローの中にはそのホストがいました。私と K ちゃんは特段仲がいいわけではなかったんですが、色恋かけられている金銭感が捕まっちゃったんですね。やり手ですね、ホストも。ちゃんと仕事してると言えよう、これは。私の友達は VR チャットで知り合った女の子です。いつもたわいもないお話やお互い結婚してることもあり、家庭の話などをしていました。そんな日、最近ホストにハマっちゃってという話をするように、てっきりリアルで結婚してるし VR チャットのホストの話かなと思い、おお、そうなんか、私も興味あるんだよね、今度連れてってほしいと言った。リアルで会うってことと返され、あ、これはリアルでハマってしまった話だったのかと気づきました。それから毎回会うとホストの丸丸くんのことが本気で好き、どうしようという内容を相談されます。私は旦那さんは大丈夫なのか、金銭的に大丈夫なのか、ホストの人は職業柄いっぱい褒めてくれるし愛を支えてくれるだけだから絶対にこっちは本気になっちゃダメと頑張って引き止めましたが、その子は VR チャットにインする頻度がどんどん減って、ついには全くインしなくなってしまいました。最後に話した会話は離婚を考えているでした。ホストに言いたいことですか、仕事がどうしようもないことかもしれないけど、ほどほどに女の子で、いや無理だよ、それは男としたらカモだもんね、これはね、入り込んじゃ女の子が悪いですよ、そういう場所に行ってんだもん、その商売をする場所があってね、
で、その あなたが引き寄せられていったんだから、引き寄せられたあなたが悪いんですよ。おもろいね、ここの界隈の話はちょっと見通しすぎて。こんばんは、ホストは初回についてきてほしいと言われ、後輩に連れられていきました。来ました、初回ですね。いわゆる私も夜食なんですが、頑張って沼らせようとしてる感が無理で。なるほどね。ふとこういう時にいた客ならどう対処するのかが気になり、いた客の対処の仕方を学ぼうと思いなりきってみました。枕してほしい、天外要求、他の店で○○万使ったなど、やはり売り上げがある人の交わし方は別の話題への持っていき方が上手だなという印象でした。逆に新人さんは全ていいよと答えていて、本当に大丈夫なのかと心配になりました。顔が全てではなく話術も必要なんだと思いました。あれから1年経ちますが、ホストで使っていた言葉を私なりに言い換え、いた客ももろともせず、売り上げ1位を取り続けてキープしています。ありがとうございます。やっぱりなんか全てを受け入れすぎると面白みがなくなるんだな、人っていうのは。ちょっと拒むことで逆にそれが沼になるんですね。いいよいいよ、それこそなんか優しいだけっていう男になっちゃうんだな。すごい、元月4桁使うレベルのホスキョをやってました。移動中に YouTube の自動保存された動画適当に見てたら、某ホスト系 VTuber にハマってしまい、今は月3桁行くか行かないかぐらい健全にバーチャルホスキョをやってます。お、バーチャルホストといえば彼じゃないか。ホスキョを卒業するとき、担当と揉めに揉めて、最終的にマンションの部屋の前で大騒ぎの末、断封されたのですその時私は VTuber の配信をダイヤルで見ていたのには気づかず、担当は隣人に通報されて去り、それから一度も姿を見ていません。他の女と、アフターも出稼ぎ煽りも脱粉もしないバーチャル最高です。すごいな、ちょっと待って、こういう人はさ何してんだろう。で、夜やってても月4って相当じゃね。可愛いの本当に、ね、もし俺なんか面接だとさかわいそう、切実だな。あれって落とされるんだ。ホストって全然かっこよくない人たくさんいない？ホストの家に行った時の話です。いいですね。その日は渋谷の某クラブで飲み明かし、近くのケバブ屋でケバブを食べながら視察を待っていました。すると男2人が寄ってきて、超タイプ一緒に飲もうよと声をかけてきました。私の相方はクラブの常連だったので、こいつらホストだよと教えてくれました。初めはホストということもあり、行かないよ、他の女の子当たりなよと冷たくあしらっていましたが、女の子の扱いもうまく強引すぎず面白そうだったので一緒に飲むことにしました。いやー、コンビニでお酒を買ってホテルで4人で飲もうとしていましたが、休日の朝方だったこともあり、どこもいっぱいでした。タクシーで新宿に移動しましたが、新宿のホテルもどこも空きがなく、諦めてくれるだろうと内心思いました。しかし一人のホストがの家がこの近くだから俺の家で飲もうと言ったし、ホストの家で飲むことになりました。エロすぎるねー、ちょっとエロいな。家はとても綺麗で、室内の感じを描いたら映えそうなので控えますが、ホストって夢あるなと感動しました。部屋着まで貸してくれました。その後13時くらいまで飲みすぎ向こうはとてもやりたそうでしたが、私たちは予定もあったので強引に帰りました。後日振り返った時に一銭も出さずにチヤホヤされながらお酒を飲めたことは楽しかったのですが、この人たちにも姫がいて、姫は一生懸命金を払って会っているのになんて残酷なんだろうと、賢者タイムになりました。またお店の名前も教えてくれたので、写真を撮って流出したり、掲示板に書き込んだりしたら大変なのに、なんて危機管理力がないんだろうと思いました。もう二度と野良のホストとは飲まないし、私は絶対にホストにはまらないと思いました。いいですね。この女の人も女の人ホストを相当下に見てるな。強女でしたね。男も男でかわいそうだけど、家まで来てさ、だってここら辺のさ、新宿のホテルどこにもないなーの下りが多分5時ちょいでしょ。で、そこから13時まで飲んで何もないって。サミさんこんばんは。いつも楽しく拝見しています。今回は私が実家に住んでいた際、近所にあったホストクラブの話をさせてください。そこはあまり高いお酒だ、売り上げだという感じではなく、失礼に当たるかもしれませんが、なんかかっこいいお兄さんのいるバーのようなところでした。遊びに行って高くても2万ほど、いいことがあった日はたまに遊びに行っていました。単価の安い私を、嫌な顔をせず楽しませてくださる優しいお店なのですが、私のお気に入りの、キャスト A さんは非常に変わっておりました。
ホストクラブでは、高いお酒やタワーを注文するとシャンパンコールをしてくれます。名前の通り名前を呼んでくれたりコールをしてくれたりするサービスなのですが、彼は異彩を放っていました。両乳をピクピクさせるのです、筋肉を弾け飛ばんとするピチピチのワイシャツを慣れた手さばきで畑させ、ヒガンバナのタトゥーが入ったバキバキの大胸筋をあらわにし、ポーズを取りピクピクさせるのです。もちろんコール付き、値段によってはコールに合わせてピクピクしてくれます。一度ボーナスが入り15万ほどするボトルを、友人と下ろした際には官能的な腰つきまでしてくださいましたあ、その後オーナーさんに若干注意されている A さんの顔とあの揺れるヒガンバナが今でも忘れられませんなんだ、頑張ったのいいじゃんかな、オーナーさん怒んなくても。なこれほどのエンターテイナーって、普段さ、だって単価2万円ぐらいの人がさ15万下ろしてくれてさ、フォーってなって、それはいつもよりも大胸筋も揺れますわい。大阪南歌舞伎町に担当がいた元姫です。個人的にパンチの強い話が少ないので参考になればと思い、ご紹介ですが、何クレセ先生の星屑の王子様という漫画がかなり解像度の高いホストなので、お時間あれば読んでみてください。本当に笑えるくらいあのまんまです。めっちゃ興味ある。次、スタミさんどうも。私は恐れ多くはまだホストクラブに通った経験はないのですが、一つだけホスト関連でハマっていることがあります。ホストの方って、それでなくとも癖の強い名前の方が多いとは思うんですが、たまに土着と激おもろネームをつけてる人がいるんですよ。例えばマジでビビるほど無表情なのに表情豊かって名前だったり、寿司と書いてことぶきつかさだったり、工藤新一がいたり、超マリエ、スーパーマリオがいたり、スーパーマリオ。たまに街中のホストの看板を見上げるとそういう逸材を観測できるので、都会に行く機会があれば絶対にホストの看板を見るようにしています。いろんなお客様とコミュニケーションを取るだけではなく大喜利もできるなんてホストはすごいですね。スタミさんも自分がホストになった時つけるとしたら何て名前するのか大喜利してみてください。なかなかと失礼しました。いや俺ね、スーパーマリオを出されたら超えらんねえよこれ。呼びてえなー。確かになんとかショーゴとかいる中にさ、スーパーマリオいたら俺スーパーマリオ呼ぶな。ホストに言いたい一言、猫2匹飼ってるわ、女いますやん。これは俺も言いたい、これ言っていいのかな。これはね、これ世の中の活動者みんなそうっす。1匹だったらギリ、2匹飼ってたら空いている。これはガチ偏見。これはもう前の VTuber には彼女います、彼氏いますの話もそうなんだけど、猫もいるって思っちゃう俺は。次、歌舞伎町を徘徊し始めて3年、ホスクラに通って3年、そしてホス狂いをやめてから1ヶ月が経ちました。ふささんの動画にハマったおかげで、このどうしようもない泥沼から脱却できたので、歴代の象徴的な元旦に対する呪詛を書き連ねて思い出にして終止符を打とうと思います。元旦たちに言いたいことは以下の4つです。言ったことを忘れるな、守れ。お前の仕事は酒飲んで女を抱くことだけじゃない。軽々しくシャンパンを入れて予算オーバーさせてくるのやめろ。勝手に席入れるぞ出会って2日の逆に風俗始めてくんないって言うな、冷める売れてないからって激安満喫で枕しようとするのやめろ。トイレからお前の尿の音聞こえてる道まいたいな。これに、我を忘れて夢中になっていた自分、100回殴りました。担当4回ほど渡り歩きましたが、一番まともだった人は1年で辞めたので、3年以上ホストを続けている人はマジでどっかしら狂ってる人だと思います。私はホストクラブから脱却できたので良かったですが、また周りの友達は強依存の沼にいる子もいます。もちろん幸せハッピーな日曜の子もいるので戦争は終わります。全国のホストがいつか幸せになりますよ、ね、合唱。こんなことありえる、下手くそすぎるだろ。ジョニー言いたいこと、タバコ吸うのはいいけど若葉は吸わないでくれ。さすがに渋すぎるよちょっとジジイすぎるかも。でもかっこいいけどね、そこまで言ったら。なんかその若葉を吸ってることに対して多分他の人たちも思うことあるんだろうけど、それをものともしないっていうメンタルもかっこよくない。うわすごい、これはそうか、これがハマる心情なのか。最近人生初の担当ができました。何してても可愛いし、担当のためにいい子ちゃんでいたいって思える。
全然嘘。初回の女の子とイチャイチャしないでほしいし、私以外の隣でラストを歌わないでほしいし、アフターも天外もしないでほしい。絶対こんなこと担当には言えないけど、毎日思ってるよ。大好き。情緒すご。ラスソンっていうのは、お金を使った女の子に向けて、その指名したホストが歌歌ってくれるみたいな。俺、そう、俺が言う君がよ。で、あれは特定の女の子にじゃないじゃん。一番その日にお金を使った人に向けてホストが歌ってくれるんだよね。俺もいい、ちょっと、そこまで行ったことないから分からない。ホストの内勤をしていました。店の作りで、女の子のくつろげるスペース、客席を広く作るので、どうしてもキャストが裏で連絡を取ったり、トイレをするスペースが狭くなりがちです。そのクソ狭い中で酔ったみんなで、なっげーなこれ、チンチン出しながらおしっこデュオしたり、そこにもう一人ガンク来て取るようになったりします。探せば、大和のオロチンポはホストの中にあるのかもしれません。そんなクソみたいな話はさておき、お店でお金を使ってくれる大事な女の子が自転のキャストから離れないように、お店全体でチヤホヤ囲むことをテングル、店グルと言ったりします。へえ、ふと客は店で囲むんだ。担当と喧嘩をしたら内勤が話を聞いて仲直りさせて、また金を使ってもらうみたいなこともするためです。すごくない？僕は裏方業務が好きで、キャストを、早々に上がり内勤をしたくてやっていたので、ちょっとわかんない言葉使わないで、上がり内勤を、したくてやっていたので、年齢的にも相談役的なのをまあまあしていましたが、僕はこの2人の仲を取り持たないとワンチャン店の売り上げが 500万円飛ぶなとか思って相談を受けると、おしっこちびりそうになるので、キャストのみんなには、ちゃんと管理をしてほしいなって思います。当時の自分には荷が重かったです。店潰れちゃうかもなっていうプレッシャーを背負いながらのね、仲裁ってことね。私の10年来の友人がホストの本命営業にまんまとハマってしまいました。その友人とたまに連絡を取る程度だったのですが、彼氏との関係について相談したいと連絡をもらい、既婚者がいることは知っていたので、そのことかなと思ったら違いました。もともと彼女は昼間に働いて、既婚者もちゃんと企業の高級取りだったのですが、付き合いで行ったホストクラブで出会ったホストに惚れてから自ら婚約破棄、数ヶ月の間に数百万の借金を抱えて夜のお店で働いているとものすごい近況の変化を聞かされて驚きました。彼女曰く、彼はお店ナンバーワンで、でも給料は月10万しかなくて、生活費や実家への帰省費用も彼女が出している、同棲はしていない状態で、彼女との結婚のためにお店を辞めようと頑張ってくれてるけど、店長に借りがあるかなんかで辞めない。うまいよ、これだよ、これこれ、ホストってこれだよな。そしてこんなに尽くしているのに、彼氏が元カノと、頻繁に遊びに行くのが許せないという相談でした。私からしてみれば、アラフォーにもなって何してんだよって感じでしか、ハマってしまうともうダメなんでしょうね。その人たちは元カノじゃなく姫たちだし、あんたもそのうちの一人、そういうのを本命営業って言うんだよ。お店の人たちが応援してくるのもその一部なんだよ。というか、お店のナンバーワンであんたもうん百万つぎ込んでるのに、給料を10万はどう考えてもおかしいと、どれだけ説明しても私は違うと聞く耳も落ちません。そのうち毎晩毎晩死にたい、いや彼の元カノを殺して自分もみたいな闇ラインが届くようになってしまいました。私も辛くなり、ある日、もうこれ以上そんな話を聞くのは辛い、あなたには、彼以外にも大切で夢中になれるものがあったはず、それを思い出してと伝えてブロックしました。完全に周りが見えなくなってしまった彼女に、友達として最後にできることはそれだけでした。彼女は別に精神的に弱かったとかそういうわけではなく、本当にごく普通の女性でした。マリッジブルーと言いますか、本当にこの人でいいのかなみたいな、結婚前の、ちょうど不安定な時期の心の隙間にちょうどハマっちゃったのでしょう。方の噂によると、今は本屋のパートをしてるみたいです。本音を言えばマジでこんなんなって最悪なので、本屋はやめた方がいいです、刺されますと。でもこれを信じれちゃうんだね、恋愛っていうのは。給料10万円しかないが言う、信じれちゃうからすごいよね、恋しちゃうと。次、一軒家買えるくらいはホストでお金を使いました。今は通っていません。
当時担当との関係はただの客とホストで、彼氏とか付き合いたいとかではなく、金を一人稼いで一人使う自分が好きという承認欲優越感の塊タイプでした。今は制度が変わってしまったラストオーダーは紙で提出がほとんどだと思うのですが、私が通っていた時は挙手制でした。へえ。ラストオーダーはだいたい23時30分を過ぎから始まるのですが、手を挙げてマイクでシャンパンをオーダーするという店内全体に聞こえるものだったので、そこで起きる打ち合いというイベントが特に大好きでした。ホストって他の卓の売り上げをだいたい計算して丸万くらいでラストを歌えるななどを考えてラストにオーダーしてるんです。そのマイクオーダーに覆いかぶさるように、挙手をして、それより高いシャンパンをオーダーしてラストを取り合うんです。へー。女の子がキャパオーバーでシャンパンの注文が途切れて勝ったってなるのが一番脳汁が出て気持ちいいです。だいたいイベントの日はそれがもっと白熱するんですが、ほぼ、魚市場の競りです。私は通常日に、他ホストとエースと、白熱しすぎてその日全く予定になかった一気350万を使いました。その時は未収できたので全未収です。わかんないんだよね、わかんなくて何も予定がなかったし、飾りも発注できてなくて、店にも、何もなかったので、その時は空虚に350万払いました。でもラストも勝ち取れたので、オールオッケーです。あー、付けなんだこれ。350万付けできるんだ、ホストって。いや専門用語ありすぎるな、ロルじゃん。アフターに行ってたら、発狂したかぶりがバーに突ってきたことありました。バー突してくる前は、インスタに突ってきて、センスのない煽りをされたとこでした。かぶりを妊娠堕退させてたのをそのインスタから知りつつもほぼエースをしてましたが、ある日突然冷め切って切った担当のリアバ当日に仲良かったヘルプの男、過去移籍したを狙い撃ちしてきました。そのヘルプと一緒にストーリーに載せてきたので本人も知っています。わかんない、なんで狙い撃ちしたのかわからないとか、後から LINE 来てましたけど、そんなの自分の過去の行いで全部振り返って考えてみてください。バーエベで1000万使う予定でしたが、今は離れて良かったなとしか思ってません。ほぼ同棲してるであろうクソメンヘラ元エース様がたくさんお金使ってくれるといいですね。専門用語なしで破滅してくれる姫が一番好きだよ。かっちょいいホストだな、これ。ホスト詰まってるな。六本木のホストへ、純粋だった俺の幼馴染を返せ。痛い、うわー、やめろー。脳がきつい、かなりきつい。この短文にかなり苦しさがこもってる。社会力高い。はじめまして、最近スタンミが大好きな23歳、そこそこ顔面の女です。奇妙な体験だったのでここに共有させてください。少し前までトラホスト年間1億プレイヤーの紐的なことをしてました。お金を貢いでホストクラブに、行くいわゆる姫ではなくて、お金をもらって半同棲をしていました。お小遣いはだいたい月30万で、別途同棲用の家と食費と生活にかかるお金は食えました。結構外にデートも行ってたので、客にバレないようにカモフラージュで店に呼ばれたら行くことが条件でした。もちろん店での会計は金持ちで、月100万以上出してもらいながら一緒にいました。私は彼の顔が好きだったので楽だし、私の友達も優しくしてくれるからいいかなと思って一緒にいたのですが、彼もホストなので、客とホテルに行ったり、家にいないこともしばしば。でも私はそこは何とも思わなかったので、突っ込まないあたりがおそらく向こうも都合良かったのかなと思います。関係は私から終わりにしようと話したのですが、そのきっかけは女ではなく男でした。マジウケる。ほう。彼の携帯を見た時に、正直女はどうでもよかったんですが、カカオトークの履歴に男の子と出会うサイトから連絡先を交換している人がいて、会話内容から予想するに会って血縁やってる感じでした。バイヤー同性愛の偏見はないタイプですが、こいつの性欲は男にまで、性欲お化けかとびっくらこいてついに嫌になっちゃいました。いいお小遣いと家を手放し、一緒に飼っていたペットだけどうしてもとお願いして、引き取り大切に育っています。なんだかんだ楽しかったけれど離れてよかったなぁなんて思います。皆さんも担当のこういうタイプを知らないので気をつけてください。すごいね、アブノーマルすぎるね、生活の仕方がすごくない。まずそのホストにそもそも貢がれて
ホストはお金に余裕があるから顔のいい女の子に金渡していつでもできるように家にいてもらったんだろうな。だからこういう性欲動向とか言ってるでしょ。サミさんこんにちは。実は私の兄は歌舞伎町でホストをしているのですが、家族でこの事実を知っているのは私しかいません。ほう。どうやら兄は親にホストをしていることは知られたくないらしく、もし親から、仕事の話などを聞かれたら私にフォローしておいてっていう感じです。辛すぎだろ。私も最初はお兄ちゃんは何の仕事をしているのって親に聞かれた時、不動産系って言ってたよと言ったりしてごまかしていたのですが、お兄ちゃんが帰省してくるたびに不動産をしているとは思えない風貌で羽振りもいいため、最近では、親が本当に不動産の仕事なのかと疑ってきています。会うたびに整形で顔もちょっとずつ変わるためそのフォローもするのもちょっとどうやってフォローするの無理だろ。親も親でなんで不審がってるで止まるんだよ。もう確定やろがい。しまいには親がもしかしてお兄ちゃんは反社会系の仕事をしてるんじゃないかなどというようになりました。お兄ちゃんのお仕事は応援しているのでこれからも頑張ってほしいのですが、もう見た目が細すぎます。フォローしきれません。お兄ちゃんもうカミングアウトしてくれないですか。妹より。いやもうお兄ちゃんバカすぎる。親に隠す気ないでしょ。隠す気あってそれだったらそれこそバグっちゃってんだな。多分歌舞伎にいる時はもっと派手なんだな。自分の中と結構質素な格好で行ってるんだけど、それでも漏れ出ちゃうんだね。ホストクラブのシャンパンタワーって、シャンパンタワー一応みたいに統一オーダーできると思われがちなんですが、大体店は、バースデーとか役職記念とかイベントに合わせて事前にオーダーして当日披露という形です。あ、そうなんだ。初めて知った。この前初回で行ったお店が飾りも写真もなしでシャンパンタワーを飾ってて、あのシャンパンタワー飾りなんですか。あれはね、統一、どの姫が急にシャンパンタワーをオーダーしても大丈夫なように毎日シャンパンタワーだけ置いてるね。あれ60万なんやけど、まるまるちゃん初回やから10万でオーダーできるで、でめちゃめちゃお得、激安、やれるなら今みたいな営業されたのも今でも記憶に残ってます。うわ安い、シャンパンタワー一丁にはならんやろ。友達から聞いた話なんですが、友達の通ってるお店に酔うと前髪を切るお客さんがいて、その子は酔うと床で寝たり前髪を切り出したり、痛くて、酔わせて酔いつぶして放置がいつもの流れらしく、しかもホスクラにチャリで通いで翌朝にパン工場へ勤務、その子の通称がバタコさんでした。気合がすごいね。チャリでホストに来て、しかも翌朝に行くの。ぶっ潰れてさ、次の日に仕事とかだったら分かるけどさ、そのホスト行った日の朝に仕事行くとさ、つい3時間前まであんな幸せな空間にいたのにってなりそうじゃない。締め日近づいてきたらあからさまに優しくするんじゃねえ。ラストの取れなかったら不敬になるのやめてもらっていいですか。5年間エースをしていたのですが、担当が未成年に手を出したことが発覚したのでぶち切れて大発狂です。すぐ切りました。あのジポ野郎許さねえ。僕から彼女を寝たったホスト夜道に気をつけて、母親がホストグリーンになって失踪したてな感じでした。いやー、草さんホストやったらバカ売れるね。いや俺ね、雑だから多分売れないと思う。女の子のことずっと考えてらんない。1回目って何円なの。いいところの1回目、初回って。うわー、1回目3000円とか5000円ならちょっと行こうってなるかもな。それはいい商売ですわ。新宿で友達と遊んでてさ、終電怪しいな、これからどうする、なホスト一応3000円とか5000円で行けるから行ってみちゃおうぜってなるかもな。女の子